それではただいまから午後の分に入ります最初は東日本大震災時の在留外国人支援をテーマとしてまた2回目は東日本大震災後の外国人受け入れのあり方をテーマとして行いますまあ最初のテーマにつきまして静岡文化芸術大学文化政策学部の 池上茂弘教授に議長をお願いいたします皆様改めましてこんにちは第一パネルの議長を務めます静岡文化芸術大学池上と申します、えー、浜松市にある大学なんですけれども私たちの大学のある静岡県もまたやはり地震の心配がとても強いところであります 今回の地震を総括するまたそこでの外国人の方々への支援課題を総括するセッションの議長を務めてまいります今回のちょうど1年前になりますけれども今回の地震というのはその甚大さ広域性そして揺れ津波原子力発電所事故という複合性とそういったこと非常に複雑な大きな影響をもたらしたそういう震災でした また今回の地震というのは起きた時間がお昼過ぎだったということもあって先ほどホールさんの貴重講演の中にもありましたように生放送でその惨状を世界が目にしたという初めての地震だったわけであります。私自身実は震災直後ベルリンに行きまして随分とと離れたたころの人たちが心を痛め なんとか力になりたいというふうに考えている様子を目の当たりにしました今回このセッションこれから100分の時間の中で進めてまいります最初に3人の方に10分ほどずつのご報告をいただきますその後ディスカッションとしてディスカッションとお二人に登壇していただいて皆でここで意見交換をし 最後、おそらく20分ほどでしょうか、フロアの皆様からもご意見をいただきたいと思っております。今回、1年近く経って、この東京の場で、そして外務省、IOM ・明治大学主催で行うことの意義の一つにです、ね、国際的な協力がどのように発動したかという視点も重要なことだろうと思っています。国内の外国人の方の被災状況、およびそこへの支援。 さらに外国の方々がどのように主体的につまり支援する側、支える側になったかという論点、これに加えて、ですね海外の機関と日本の社会がどう連携したか、その成果と課題等についても、今日は国際機関の方のご登壇もいただきますので、この場で共有できていこうかなと思っております。本日のの最初のところでしたけれども 基調講演ウィリアム・レイシー・スウィング事務局長のお話の中で震災に対する対応と同時に大きな文脈として外国人の社会統合がやはり重要なんだというご指摘をいただきましたまた外国人有識者によるプレゼンテーションの中ではとりわけ最初のオリバー・レイシー・ホールさんのお話は世界各地の災害の支援をする中で今回の東日本大震災のことを捉えて いわばワールドワイドな視点の中で、えー、今回の地震の対応についてですね、いくつかの論点をご指摘いただきました。で、午前中の最後の部、被災地からの声ということで、宮城県在住のフィリピン人の方ですね、佐々木アメリアさんから、ご自身が経験した非常に大きな衝撃と、しかし,し,かしながら、その後でご自身たちが、自分たちがどう町の役に立てるのかという発想のもとに、 えー、仕事を失った同胞のために、新しい資格を学ぶための勉強を始めてるんだと、えー、そういう前向きのお話も伺ったところであります。さあそれでは、私の冒頭のご挨拶はこのくらいにして、早速、プレゼンテーターのお話を伺っていきたいと思います。えー、最初のプレゼンテーターは、えー、宮城県、財団法人宮城県国際交流協会の三次兼企画、えー、事業課長の大村正恵さんですよろししくお願いします。 財団法人宮城県国際交流協会の大村と申します今池上先生の方からこのセッションがですねグローバルな視点からの,その東日本大震災への,そのアプローチの仕方ということで今ご紹介いただいたわけですけれども私の方からですね本当にあのドメスティックな現場で何が起きたのかということを前半の,そのア,メリア,アメリアさんのお話 からの報告に少し膨らませるような形でご説明させていただきたいと思います。いただいているおじお時間が10分ですので、少し駆け足になるかもしれませんけれども、お許しお許しください。まずあの宮城県の外国人の状況なんですけれども、全 人口に対して0点約0.7%、えー、被災前は1万6000人ぐらいの外国の方が、えー、お住まいでした内訳はですね特徴的なことは今回の岩手、宮城、福島この3県に言えることですけれども、えー、国際結婚で移住されている、えー、中国、韓国、フィリピンの、えー、女性たちが非常に多いということですそれから沿岸部今回は津波の被災が大変大きかったわけですけれどもこの津波被災地の沿岸部では えー、技能実習生といいいいう形で、えー、中国の方たちがたがくさん働いてらっしゃいましゃまあ、もちろんあの仙,台仙台には大学がいっぱいありますので、えー、都市部には留学生もおりますけれども全体で見ますと特に今回の津波被災地にフォーカスしてみますと、えー、配偶者の方たちそれから技能実習生の方たちが多かったということをまず頭に入れていただきたいと思います。 そしてこの方たちの情報の得方の特徴としてはです、ね、ネットの環境にないということが重大なポイントでありますで、えー、もちろんネットを使っていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども配偶者の方たち技能実習生の方たちは、えー、通常携帯電話それから同胞との口コミそれから配偶者の方に限っていえば地域の日本語講座ここが重要な情報を得るポイントになっておりました。 で私どもあの発災直後からの業務につきましては今日ですねお手元の資料の中に事業の支援事業の一覧という表を入れておりますのでこれをご覧いただければと思います時系列的にご紹介簡単にご紹介いたしますまず最初はですね私どもの事務所も大変な被災を受けておりますで怪我人が出なかったぐらい出なかったのが不思議なぐらい大変なダメージを受けたわけですけれどもであの電話とかそれからインターネット全部落ちていく中でとりあえず何ができるかということ まあ動き始めたわけですけれども、当初はですね多言語による問い合わせ、この内容といいますのが、多くが安否確認、それからあ安否確認ということで申し上げれば、宮城県は約1万2000人の方が犠牲、もしくは行方不明になられていらっしゃいますけれども、そのうち外国の方は、私どもが把握しているだけで、6カ国24、24人の方が犠牲となられております。 えーまあ、こういった安否確認、それからですね、えー、想定外の出来事として原発の事故が発生しましたので、えー、これに関しての,その出国の、えー、出国方法についての問い合わせが、えー、相次ぎました3月いっぱいで宮城県から1万6000人のうち、えー、4800人の方々が国外に出国されております、宮城県だけでです、でそのうちあの現在今現在、ですね、えー、2800人ぐらいの方が戻,戻ってこられております。 でこういったの問い合わせに対応して、えー、多くの 外国の方たちが都市部の多くの外国の方たちが、えー、国外に出国した後私たちはようやく本当の被災地であります沿岸部に出向くことができました緊急車両を手配することはかなり難しいことでしたガソリンもない中でですねあとレンタカーの会社も全部クローズしている中で奇跡的に1台だけレンタカーを借りることができて、えー、沿岸部に出向いたのがこれが初めて出向いたのが3月20日のことですでそこで、えー、たくさんの、えー 家を流された方家族を亡くされた方こういった外国の方たちを、えー、の個別の支援にあたってまいりましたでこの活動の後にですね、えー、出会った外国の方たちがひどくこうお話ししたがっていることに気がつきましたので母国語でこの震災を振り返ることによって、えー、心のケアができればということで県内6か所で母国語での,その被災体験を語る場を設けました。 でまあえー、それ以降です、ね、いろいろやっているわけですが、ここでポイントとなりますのが、地域の日本語教室、ここが、えー、災害時には、えー、地域の外国の方にとってセーフティーネットになり得ているということが明確になりましたので、えー、大体、役所の,役所の方たちも落ち着き始めた頃ですね役所の方、それから地域の日本語教室、それから私どもが、えー、三位一体になって、今後に向けた地域の多文化共生の在り方ということを、今一度整理させていただきました。 えとですね、それからあのレジュメに沿って3番,3番に進みたいと思いますけれども特にあの私どもの宮城県国際交流協会では外国多言語による相談,相談機能というのを持っていたわけですけれどもここであの力を発揮してくれている中国、韓国フィリピンブラジルの相談員 彼女たちが実はですね、友人になってはっきり分かったんですけれども、非常にあの強い大使館との大使館とのそれぞれのホットラインを持っていたということで、いろいろあのデマとかいろんな噂が飛び交う中で、彼女たちによって大使館から確実な情報が得られた。これは非常に有効な有用なことでした。で特にあの仙台は、えー、いわゆる領事館大使館の類が非常に少ないところで、韓国の総領事館が一箇所あるだけですので、こういった彼女たちのホットラインがその後の私どもの 活動に大きく寄与してくれたものです。 それからの公的機関、NGO、企業等との連携ですけれども特にですね宮城県警、これはあの外国人の安否確認ということで当初から非常に私どもと連携を深く保って今現在も連携を図って安否確認をしているところですけれどもそれからの外国の方たちの生活復興支援に専門家の立場からいろいろなアドバイスをしてく,れくださるということで弁護士、それから行政書士こういった方たちのお力もいただいておりました。 そして、やはり地域の日本語教室、ここの講師の方々との連携も非常に心強いものでありました。 で一番重要だったのはですね支援者として地域に暮らす外国人の方たちが非常に大きな力を発揮してくださったということです。えともすれば外国の方たちは災害時要援護者として語られがちですけれども宮城県におきましては冒頭に申し上げましたとおり地域に深く根ざしている外国の方たちがたくさんいらっしゃいましたのであのこの方たちがです、ね、もう私どもが沿岸部 回り始めたたにはすでに先ほどプレゼンされましたアメリアさんもそうですけれども陣頭指揮をとって外国人日本人という区別ではなくて地域の被災者のために何ができるかということでもすでに動いていらっしゃいましたで、まあ、アメリアさんに限って言えばですね南三陸町というところはもう町全体が町の心臓部も含めて全部流されてしまったところですですから私どもが車両で入ってもですねナビゲーターをつけても 目印になる建物がないので全く動けなかったんですねそういった時に彼女が助手席に座ってまるでナビゲーターの役を担ってくださってこの角を曲がってあそこへ行ってということで外国人被災者がいる避難所の方に案内してくださいました本当に彼女たちの協力なしには私どもの被災地支援はできなかったと言っても過言ではありません でまああのまあ、このことによってたくさんの,の NGO それからメディアの方たちが入ってきたわけですけれども。 今まで私ども岩手、宮城、福島この3県では私どもの地域がいかにこの結婚移住者国際結婚の移住者によって支えられているかということをずっとずっと訴え続けてはきたんですけれどもなかなかあの高度人材留学生それから労働者としての外国人があの全国区で語られる場が多かったんですけれども配偶者のことについてはあまり語られていなかったんですね。ここれれれはももうう個人のの問題だということいでで、えーまあ、あまり目を向けけけられなかったわけですけれども今回のこの の震災。 ははっきりしたことはですね東北地方にこのようにたくさんの結婚移住者がいてそして地域の中で大きな力になっているんだということを図らずもメディアとかです、ね、いろいろな方を通して知っていただくことができたこれはまあ震災は非常に悲しい出来事ではありましたけれども私どもにとっては非常にあのこれをチャンスと捉えて今後ともあの配偶者の方たちのことを考えていきたいと思っております。で最後になんですけれれども、まあ、阪神淡路ののの大地地震震そそから中越の地震そして今回の大きな 東日本大震災こういったものを契機に東日本大震災でかなり大きくプレートが動いてしまいましたので日本全国、今非常に地震のフェーズが上がっております。急いでで多言語でどんな災害情報が 出せるのかこういったスキームを早急に考えていく必要があるのではないかなと思っておりますこの過程の中でもおそらく在住外国人の方のお力というのは大きなものが発揮できることと期待しております以上簡単ではございますけれども私のプレゼンでございましたご静聴ありがとうございます大、えー、村さんありがとうございました 実際、被災した直後から動かれた当事者としての視点でお話をいただきました。それでは次に IOM ・中日代表のウィリアム・バリガさんに、パネリストとしての発表をお願いします。バリアさん、どうぞ。Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone.IOM's response to the Great East Japan earthquake had three short phases namely, The compiling and disseminating online of multilingual information related to disaster, followed by the provision of humanitarian return assistance to migrants, and concluded by provision of on site psychosocial support to foreign nationals in the affected areas. Right after the disaster, IOM compiled disaster related information and posted them in IOM Tokyo's website in several languages that the foreign nationals in Japan speak. When disaster strikes, whether natural or human made, IOM, one of IOM's typical response is organizing humanitarian return assistance to affected migrants. For Tuhoku response, IOM organized the assisted return in coordination with the Immigration Bureau of the Ministry of, Fire, Ministry of Justice, the Consular Affairs Bureau, and the International Cooperation Bureau of the Ministry of Foreign Affairs, as well as with the respective embassies. A joint field mission to the affected areas was organized by IOM together with the Immigration Bureau two weeks after the disaster to see the extent of need for assisted return and how to facilitate such return. At the end of the project, 106 persons were assisted to return to six countries, namely Brazil, China, Colombia, Pakistan, Peru, and the Philippines. As the emergency phase subsided, it was clear that the mental health of foreign nationals affected by disaster was still a major concern. Four months after the disaster, the Philippine Embassy, together with the Minister of Foreign Affairs, organized a joint medical mission. IOM was invited to join this medical mission, and this was a jumping off point for IOM's next phase of intervention, which was the on-site psychosocial support to affected fire nationals the objective is to build resilience on individuals and communities through peer support we were able to reach 456 foreign nationals from various countries including china indonesia peru and the philippines and 13 local helping organizations and establishing support networks among them the selected few challenges in the second slide our general observations vis a vis assistance to fire nationals in affected areas. First, lack of preparedness on the part of fire nationals. As disaster struck, fire nationals didn't know what to do, where to go for safety. They didn't know where to find information, where to look for help. Although the Japanese society is known for its rigid preparedness training, drills, and planning, most of the fire nationals, particularly those in affected areas, were not. It was either because they were not included in the disaster preparedness drills or simply were not aware that such exist. Second, language and cultural barrier. Although many of the foreign nationals affected by the disaster were holding spouse visa or long term permit, they haven't mastered the Japanese language. This local language deficiency hampered access to timely and critical information. The same challenge, together with cultural differences, also made their stay in government run evacuation centers a bit difficult. Third, the loss of livelihood. Work, livelihood keeps the dignity, sanity, and survival capacity of the victims of the disaster, whether they are Japanese or non Japanese. This was lost, and in some locations, it lingered on. The loss of family members, friends and colleagues is already difficult to take. Losing one's livelihood too and lingering on makes the situation even harder to bear. The fourth challenge, in areas where there is less concentration of fire nationals, the fire nationals are less organized, and the host local community tends to be also less experienced in addressing the needs of the fire nationals municipalities hosting high concentration of fire nationals are very much advanced on this for example they include the fire nationals in preparedness drills meanwhile in the tohok region the population of the fire nationals is widely spread out and thinly the region therefore has less developed system in assisting fire nationals in time of disasters and at the same time fire nationals in affected areas are less organized before I tackle on the suggestions for future response, let me first look quickly into the good practices that we have observed in general terms. First, the immediate action of the Ministry of Justice, right after the disaster struck and as the extent of damage was beginning to appear in the TV screen all over Japan, the Immigration Bureau, Ministry of Justice, quickly intervened by opening multilingual hotlines in response. To respond to queries from Lithubs and friends who are looking seeking for information about their relatives here in Japan. Also by establishing information center in and near the affected areas to help in immigration procedures. Second, the immediate action by the Ministry of Foreign Affairs. The ministry provided daily briefing to the international community on situational developments in disaster-affected areas which have impact on the foreign nationals. The Ministry also facilitated the United Nations Disaster Assessment Coordination, or UNDAC. UNDAC is part of the International Emergency Response System designed to help the United Nations and the governments of disaster affected countries during the first phase of sudden onset emergencies. In addition, the Ministry of Foreign Affairs took extraordinary measures by issuing visas in cooperation, of course, with the Immigration Bureau for foreign trainees, technical interns, and international students who have already returned home but who wanted to come back to japan. and third, immediate action by the international exchange associations in the prefectures affected by the crisis. they responded quickly to assist foreign nationals through dissemination of disaster-related information as well as multilingual consultations. The fourth, the immediate action of the fire nationals themselves who were affected fire nationals demonstrated that they are contributing members of the society too as we all know by now many fire nationals have participated in emergency relief operations we have heard it from previous speakers and some have set up small collection donation collection for example the brazil solidario they were collecting uh, donations for the disasters fire nationals who helped in the emergency relief included not only the long-term residents or international students who tend to have more stable status in japan but also refugees and asylum seekers who are often regarded as vulnerable the solidarity demonstrated by the fire nationals in the face of difficulty the face of national challenges showed that migrants and the host society do have reciprocal relationship the local governments also responded quickly and admirably. The unprecedented catastrophe had pushed the limit of any emergency preparedness, yet, the local government have all done very well to assist everyone, not only Japanese, but also non Japanese. Meanwhile, there are practical suggestions for future consideration that we may implement to be more effective in the future. First, mobilize embassies and foreign nationals associations in coordination with the local authorities they know their people better they know the language and the culture of course and besides it's not only japan who is supposed to help but also the governments of the affected nationals second centralized information management at national government level the disaster like that in tohoku covers several prefectures therefore several local governments it also involves both japanese and non-japanese nationals the national government, therefore, is in a better position to collect and disseminate timely information. And third, the centralized action of local government level. The local government knows best the actual situation, they know better than anyone, the affected constituencies. Decision and action done on the ground is much better, and the local government is also the one to continue the programs post disaster through reconstruction and fourth restore quickly the capacity of local market protect employment keep people employed immediate aim for any disaster assistance is to quickly restore capacity of the affected community to stand on its own the role of the national government is to support the local government to this end protecting employment livelihood does not only support the local economy battered by the disaster but also keep the dignity and sanity of the traumatized population, including the foreign residents. It will enhance the resilience capacity of the individuals, of the individuals as well as the community. Let me close by saying that fire nationals are contributing members of the society at the same time they have certain vulnerabilities. Thank you. These vulnerabilities are magnified in times of crisis. The experience in Tohoku exposed risks as well as opportunities risk in alienating fire nationals from assistance and protection, at the same time opportunities to improve future responses that could address specific needs typically confronting them. with this, i would end my presentation and thank you very much for your attention. Uh, thank you. 被災時の様々な支援あるいはその後の動きについての評価をいただきましたそれでは3人目のパネリストによる発表になります次は外務省の外国人課から高橋主席事務官にご報告をいただきます今度もなく外務省も外国人被災者等に対する情報提供あるいは支援の一つの重要なアクターになったわけであります 通常主催者から発表者が出るというのはあまりない形なのかもしれませんが今回のこのパネルの趣旨からするとやはり外務省がどう動いたかということもみんなで共有したいと思っておりますではどうぞお願いします皆さんこんにちは外務省の高橋でございます今日はあの10分間お時間いただきまして震災が起こった後の現場で われわれが何をしたか、あるいは何ができなかったかということを中心にお話をさせていただきたいと思います。この4ページからちょっと話を始めさせていただきたいと思いますが、えー、まあ3月の11日の日の か,らさかのぼってですねほぼ3週間前になりますが、えー、ニュージーランドのクライストチャーチというところで、えー、地震が発生します。で、その際ですね、えー、我々は、えー、この図表のですね右側の部分ですけれども、えー、ここの部分の大使館のところと、それから、不明者の家族のところ この部分のところに、われわれ実は日本政府と日本の被災者の方々の家族はおりました。日本政府は、外務省はです、ね、この当時、まあ、領事局が中心となって、えー、クライスチャージで被災された方々の安否確認をニュージーランド政府でやっ,とやっておりましたが、それと、これと同じところの大使館の役目と、それからこの家族のところが、 ニュージージランドでは我々の立ち位置でしたそれから3週間時が流れて3月の11日が来ますと今度は真ん中の日本国外務省というところと左側にある警察をほか国内の省庁自治体等の連絡をする逆の立場に我々は置かれることになるわけですが実はその 2月に起こったニュージーランドの震災と3月の日本での震災は、我々の仕事場の立場からすると、非常に情報を求める方と、それから情報を渡す方ということで、非常に緊密な仕事が短期間のうちに違う立場から行われていたということを最初に申し上げたいと思います。 3月の11日が来まして、一番最初にわれわれが思ったことというのは、今起こっていることを、日本国内にいらっしゃる外国人の方に、どのようにして迅速にその情報を伝えるかということに、まず一つの目標を絞りました。で、もう一つの目標はあ、その被災されたかもしれない、あるいは被災されたであろう人たちを、 どのようにしていち早くその方々の情報を先ほどの各国のご家族あるいは大使館に伝えるかというこの2つに絞ってですね業務を開始いたしました3月の11日から始まりまして当日の間にですね日本語と英語の情報発信のホームページを立ち上げるようになりますそれから数日遅れて中国語と韓国語 のホーームページをを立ち上げて情報の発信を開始しましまたそれからどんどん日を追うごとに多くなっていって最後は39カ国の言葉でですね世界中の方々に日本のあるいは日本国内の状況あるいは日本にいらっしゃるご家族友人の方々の状況をなるべくそちらその国の言葉で発信できるように情報の伝達の メカニズムを少しずつ作り上げていった時期がこの時期でありますそして震災が起こってから2日後にですね外務省におきましてこの日から毎日必ず1回ずつ全日本にある大使館の皆さんを外務省にお呼びしてかなかに可能な限り国名な震災の状況 安否確認の状況等を伝達共有するということを開始しております nhk のワールドラジオにつきましては震災の直後から17カ国の言葉において我々の用いていた情報も含めて発信をしていただくようにお願いをしました外資系の企業 あるいは外国人の方々が頼られるであろうという組織との連携というのもこの時期に集中して行っております、えー、自治体の方からも少し時間を置きますとですねいろんな要望ですとか意見が上がってまいりました例えば中国韓国いろんな国の方々で現地で困っている方々に何とかその母国語でのサポートを開始したいということで、えー、岩手県と宮城県に対して に対してですね、中国語の外務できる専門家の外務省員を派遣することができたのもこの時期からでございます。で、我々の一番の,その外国人の方々の安否を確認するという重要な任務のパートナーとなる組織は、日本側においては警察、それから各自治体の方々から外国にその情報を届けるという意味では、 えー、日本において活躍されている各国の大使館こういうことになっております、えー、これを通して、えー、安否確認をしてまいったわけでございます <coughs> 当時、えー、日本のですね国内に滞在した外国人の方々でございますが、えー、岩手それから宮城福島この三県に 昨年の3月の時期におられた外国人の方、これ、外国人の登録をされてた方がですが、3万3623名、この当時おられました、これをもう少し広げて、被災権を広げていきますと、今申し上げた3県に加えて、青森、栃木、茨城、千葉、この4県を加えて7県になりますと、23万9380人の方々が、 の外国人のの方々がここ地域で暮らしていたことになりますそして、この3月の時期に、ここに住んでいるわけではなくて、何らかの理由で日本を訪れた外国人の方々、これは42万2940人、3月1か月で,ですねいらっしゃいました、これらの方々を中心に、安否確認の作業というのは始まったわけです。 まあ、あの数字を見ても分かりますように、初め私、本当に思ったのは、これは大変なことになったぞと、どこから始めていっていいか分からないと、こういう状況からスタートしていきました、当時、まあ、各国の大使館から上がってきた情報を全部集約すると、安否確認をしてほしいと言ってた方々、一番多い時期にはもう1000人を優に超えていらっしゃいましたで、えー、都会に住んでた方も、都市に住んでた方もいらっしゃいますし、人口数百人、 といいううような地方のに暮らしてたまああの、えー、警察自治体の方々とも連携しながらそういったことを一つずつ確認をしていくわけですけれどもまたここで不幸なことにですねその被災地で管理しておった例えば外国人の登録台帳が震災で流されたりしてですね どこにどんな外国人の方々が住んでいるか、すぐ把握できなかったということもありました、その時にも法務省との協力を得て、ですねなるべく詳しいその情報をもう一回収集し直して、どこに住んでいるかということを確認するという作業が始まりました、この地道な作業が数ヶ月ずっと続いて、ですねそれがゼロになるまで我々この作業をしていかなくちゃならないという使命で、仕事を進めてまいりました。 それで、これらのことを通して、われわれが一番教訓として学んだことというのは、震災が起こった後に、そういった情報の提供だとか、どこに誰がいて助けを求めているのかということを知るということが非常に難しいということが分かりました。そこで我々が 考えついたのが、ソーシャルメディアをこれから、今、この平時の時に立ち上げていったらどうだろうかということで、一昨日、外務省領事局がですね、フェイスブックを立ち上げて、このフェイスブックは、できれば将来、使われることがなければいいなというふうに思っております。たただこここのフェイスブックがが使われるようなことに、まあ、に起こった時には 他国語での情報発信それから外国人の方々がこのフェイスブックを通していろんな情報を発信していただくことによって早くいろんな確認ができるということが我々がこれからやっていきたいことだというふうに考えておりますもちろんこのフェイスブックについてはこれが最後の手段だというふうには考えておりません千葉市がこの間ヤフーと提携をしてですね、新しいその災害時の ホームページの立ち上げの契約をしたという情報も受けて、こういった民間企業との連携もしながら、迅速にかつ正確にその被災地、あるいは安否確認ができるようなことを務めながら、我々これから作業を進め、来たるその災害についてですね、備えて準備をしていかなくちゃならないということが、 我々が一番現場から感じたことでありました、それを今回はご報告をさせていただきたいと思います。どううもありがとうございました